こんばんは、ハムオです。今回は、美化菌的考察、美化菌がゴルベーザを引かないと、決めた理由3選について、お話ししていこうかなと思います。すまない。まずそもそもの引くか引かないかっていうのに迷った方は、キャラが好きなら引きましょうっていうことをお伝えしたいです。やっぱりどうしても、性能ゲームをしてるわけなので、性能だけでキャラクターを選んでももちろん問題ないんですけど、やっぱり自分の好きなキャラクターで、戦ったりとか、ゲームをするっていうのが結局は楽しいのかなと思うので、キャラクターが好きだったら引くっていうのも、全然ありなんじゃないかなと思います。またちょっと注意点なんですけど、実戦では、もっと強かったりとか弱かったりっていうのがあると思います。このゲーム、出た当時に、弱い弱いって言われててめっちゃ強かったりとか、強い強いって言われてたけどめっちゃ弱かったりとか、そういったキャラも結構いるので、やっぱりどうしてもカタログスペックだけだとわからない部分っていうのが結構多いので、そもそもゴルベーザを引くかどうかっていうところを迷った人にとって、参考になればいいかなと思ってます。はい、では、FF4 での、ゴルベーザを知らない人向けに簡単にゴルベーザの原作紹介をしたいかなと思います。ゴルベーザの原作を一言で言うと、イーデスともおじさんです。以上です。そんな、はい、ではゴルベーザの強いところをまず紹介していこうかなと思います。対光パーティの性能が高い、ミッシングムーンと暗月が、唯一無二の性能である、防御精神の高さプラスバリアっていうところですね。まず対光パーティの性能が高いっていうところなんですけど、メテオによるリレイズ解除ですね。やっぱり光パーティって、現状の主流なキャラはジェイダン、ユーナ、フィーナ、エンギルベルト、水着ギルフェ、まあ、この辺りかなと思います。結構ユーナが入ってることも多いので、光パーティだと、まあ、ジェイダンとかエンゲルにリレイズがあることが大半なので、まあ、このリレイズを解除しながら攻撃していけるっていうのは、魔法で攻撃していけるっていうのは結構光パーティにとっては辛いことなのかなっていうのはありますね。また、射撃耐性と防御精神をかなり盛ることができて、サポートアビリティとか、装備、召喚獣、ビジョンカードでいろいろ頑張ってみると、射撃耐性 82%、 精神40ぐらいまでは盛ることができます。ただまあこんだけゴリゴリに盛るっていうのは基本的にはないと思うので、まあ、現実的なことで言うと射撃耐性が、まあ、同行者みたいに 47% の精神40ぐらいっていう風になるのかなと思います。次ですね、ミッシングムーンと暗月が唯一無二の性能であるっていうところなんですけど、このミッシングムーンの効果かなり、分かりにくいものになってるので、簡単に解説していきます。まず全攻撃タイプっていうのは、斬撃一つ、射撃、打撃、魔法のことを指します。で、全攻撃タイプ耐性、弱体耐性っていうのは、丸々耐性ダウンに対する耐性を指します。で、大幅アップっていうのは 100% っていう意味です。で、つまりこれがどういうことかっていうと、例えば、斬撃耐性ダウン後ダメージ中っていう技があったとすると、このミッシングムーンを使った後にはただのダメージ中の技になります。同じように、全属性耐性、弱体耐性、大幅アップ、この全属性っていうのも火から闇の属性のことを指します。なのでこれも結局どういうことかっていうと、闇耐性ダウン後ダメージ小っていうのが、ただのダメージ小になるっていう形ですね。やっぱり直近だ と、どうしてもこの何々耐性ダウンとか、そういった技をいくつ持ってるかっていうのが、アタッカーの強さの指標になることが多いと思うんですけど、ゴルベーザに関しては何々耐性ダウン後っていうのを、全て無効化できるので、かなり、強いんじゃないかなと思います。もともと防御精神が高いのに対して、耐性を下げることができないので、思ってる以上に、ダメージを軽減できるんじゃないかなと思ってます。こんな感じですね。左側にあるのが、闇耐性ダウンと斬撃耐性ダウンなんですけど、それぞれ、ミッシング分を使った後は、0% になります。ただ、防御とか精神の弱体耐性は持ってないので、防御とか精神に関しては、下げられてしまいます。次、暗月ですね。これはさっきも説明したんで簡単に説明するんですけど、かなりの値、92ぐらいですかね、吸収するようなので結構発動したら強いんじゃないかなと思います。活性光とかを使ってないキャラクターに関してはほぼほぼ AP なくすことができるんじゃないですかね、このあたりと。はい、続いて最後ですね、防御精神の高さプラスバリアっていうところで、
この2つプラスミッシングムーンのおかげでかなりゴルベーザは固いキャラクターとなってます。まずダークバリアですね、ブツマ3ターンバリアっていうところで、この3ターンバリアっていうのは3ターン以内であれば何回攻撃されてもバリアが効果あるっていう感じになってます。また、ダークバリアには HP 吸収効果つくんですけど、これはだいたい2500ぐらいのダメージで750ぐらい回復してました。なのでだいたい 30% から 35% とかの値ですかね。次に防御精神なんですけど、一時的に防御プラス50まで持っていくことができます。タンクでもないのに防御50、戦士30あるっていうのはなかなか硬いんじゃないかなっていう感じはしますね。僕は引かない。はい、で次に、メインディッシュになるとは思うんですけど、ゴルベーザを引かないでおこうと思った理由についてですね。闇パーティーに組み込む余裕がない、魔法アタッカーで一番の長所が耐久、攻撃技が絶妙にもう一歩欲しいっていう3点ですね。順番に見ていきます。まず闇パーティーに組み込む余裕がないっていうところなんですけど、闇パーティーっていうのを考える上でこの2人は絶対に外せないっていうぐらい、強いキャラなのかなと思ってます。黒バラのヘレナとディーンですね、この2人ができることをずらっと並べてみたんですけど、まあすごいできることが多いのと1個も無駄がないっていうところがかなり強いかなと思ってます。もちろん闇パーティーに絶対この2人を入れなきゃいけないかっていうと別にそうではないと思いますし、他の戦略等もあると思うので、で、じゃあ闇パーティーっていうのを考えた時にもう1枠っていうのを考えるんですけど、ライバルとしては、プロンプト、破滅シュテル、ガーブル、カインが挙げられるかなと思います。プロンプトは闇で今唯一の遠距離アタッカーで、闇耐性も下げれつつ、デスペルスプレッドでヘイト解除かつ見切りも持ってるって感じですね。破滅シュテルに関しては昔からまあ強いとは思うんですけど、ディーンでも下げることができない防御ダウンっていうのを持っていて、かつ肘型範囲のかなり強い攻撃を持ってます。ただ破滅シュテルは運も高いので、回避運用もすることができつつ、本人の命中っていうのがかなり高くて、本人は回避しつつ相手の回避キャラにはほぼ 100% 当てるってことができますね。次ガーブルですね、物理バリアに、物理魔法両方の見切りを持っていて、単体効果力のジャマースラスト、必中十字の起爆症っていうのを持ってます。かつこのキャラクターまだ EX 化してないので、 EX 化でさらに強化される可能性があるっていう形ですね。そして最後が、カインですね。知力をダウンさせながら、ガッツ解除、それから、十字範囲に攻撃しながらリアクション発動率を下げる、かつガッツ持ちっていう形で、カインも今回かなりいい強化をもらってるんじゃないかなと思います。で、ゴルベーザをじゃあ闇パーティーで使うって考えると、黒ヘレナ、ディーン、ゴルベーザっていうのがやっぱりどうしても多くなるのかなと思います。でこの3人やっぱりギルドバトルとかアリーナの、攻撃だとやっぱり強いかなとは思います。黒ヘレナとゴルベーザが両方魔法アタッカーなので、やっぱりシナジーもそれなりにありますし、ヘレナで闇耐性なり精神を下げてからゴルベーザで全く同じ範囲で、チェインで焼き払うみたいなこともできますね。ただギルドバトルの防衛とかだとやっぱりどうしても数字でバレやすいのかなと思っていて、まあ、黒ヘレナが先頭もしくはディーンが先頭とかで魔力値が高いと、あゴルベーザーも入ってるのかな、ゴルベーザーとヘレナセットで入ってるのかなってバレやすくなるかなとは思いますね。ゴルベーザーもヘレナも、実質的に使える攻撃が、魔法攻撃しかないので、いくらこの2人が強いって言っても魔法耐性と範囲耐性両方もらえると、ヘレナですら結構きついので、そういう意味だと、バレやすくなるのはちょっとどうなのかなっていう感じはしてますね。で、ゴルベーザ対ジェイダンに向けての性能にはなってるかと思うんですけど、まあ、対ジェイダンを考えるのであれば、ゴルベーザを入れるっていう選択肢の他にも、例えばシャルロット魔法に強いタンクですねの、シャルロットを入れて、突撃させてジェイダンの攻撃を受け止めてもらう、その隙に横から、他のキャラで攻撃するっていうこともできますし、オベロンとノクティスのコンビのような、精神も上げつつバリアも張れつつ、結構高い耐久力を持って攻撃できる、土パーティーとかでも、安全に倒すことができるかなと思います。なので、対ジェイダンだけを考えて引くっていうのはあんまりおすすめできないかなと。で、闇パーティーで、回避と戦うっていう時は、破滅シュテルとかガーブルとかを採用することのが多いんじゃないかなと思ってます。ゴルベーザはやっぱり耐性を見ても分かるんですけど、打撃耐性がマイナスなので、現在の
回避パーティーの主流であるティファ 2B にかなり弱いんじゃないかなと思ってます。攻撃としても必中もありませんし、器用さとか運とかもそんなにやっぱり高い方ではないのかなと思うので、やっぱり回避には、このキャラは相性が良くないのかなと思います。で、光闇ってやっぱり、完全な不利属性っていうのがないので、汎用的にどんな、パーティーに対しても、戦えるようなパーティーを作りたいってなった場合は、やっぱりどうしてもゴルベーザ、ヘレナの両方魔法アタッカーってところで被っちゃうので、どちらかというとちょっとバランスは悪くなっちゃうのかなと思います。汎用的なことを考えると、ディーン、ヘレナに、プロンプトを添えて、相手にタンクがいたらヘイト解除、物理に弱いキャラはディーンで、魔法に弱いキャラはヘレナでっていう形の役割分担ができていいのかなと思います。また、ディーンをタンクとしてではなくて完全にアタッカー運用にして、物理はディーン、魔法はヘレナっていう形で、その場その場の、環境に合わせたタンク、例えばモントとかシャルロットとかジュームとかですかね、そういったタンクを、2人につけてあげるっていうのも、選択肢の一つだなと思います。それから、ゴルベーザはジェイダンメタっていう形でお話ししたんですけど、ジェイダンメタとしても、もう一歩欲しかったかなって個人的には感じてます。まずゴルベーザの特徴として、仏魔バリアがあります。これは、ジェイダンはあのリミットバーストでしか、バリア破壊できないので、これは有効に使えるかなと思います。ゴルベーザの攻撃は全て魔法っていうのは、やっぱりジェイダンどうしても脆いので、攻撃を当てさえすれば結構ワンパンで倒せることももちろんあるんですけど、やっぱり魔法っていうところで魔法見切りによる運要素で、ゴルベーザの攻撃だけが当たんなくてジェイダンに2回行動されて負けちゃうみたいな、そういったことにもなりかねないかなっていうのはちょっと怖いですね。やっぱり有利なキャラ使ったら、余裕なぐらいで、勝てるのがやっぱり理想的なので、ちょっとリスクがあるのであれば、オベロンとかノクトとか他のキャラを使った方がいいのかなっていう考えになっちゃいますね。で、防御精神も高いんですけど、やっぱりジェダンは高い貫通力があるっていうのと、やっぱりゴルベザの防御精神高いのは開幕の3ターンのみなので、実質、初撃を受ける時ぐらいにしか効果がないのかなと思ってます。また、ゴルベザの最大の特徴ともいえるミッシングムーンっていうのは、ジェダンにとっては、効果が薄いのかなと思います。ジェダンは何々ダウン後っていう技は持っていないので、で、今のゴルベーザに例えば、シェルを張れるアビリティだったりとか、敵のリアクション発動率を大幅に下げた後に攻撃できるような技があれば、例えば攻撃が全て、魔力依存の攻撃だとしても、ジェイダの魔法見切りを無効化しながら攻撃できるので、安定感がすごい高まったのかなと思いますね。また結構光を意識している性能なんですけど、リミットバーストで上がる耐性って闇耐性なんて、ちょっと噛み合ってないかなっていうのも思ってしまいますね。あと防御精神はやっぱ5ターン欲しかったなっていうのが本音で、ガーブルとか、ベルヌのサポートアビリティも5ターン継続するので、ゴルベザも5ターンあればもうちょっと硬いアタッカーとして前に出れたんじゃないかなっていう印象ですね。はい、次、魔法アタッカーで一番の長所が、耐久であるっていうところですね。魔法アタッカーに求めるものって、大体みんな同じ考えかなと思ってて、火力なんですよね、結局は。やっぱり、硬いアタッカーであれば、硬いのはタンクでよくて、やっぱりアタッカーには、多少脆くてもいいから、ワンパン耐えるぐらいで、それでもすごい火力で相手をなるべく早く倒してほしいっていうやっぱり望みがあると思うんですね。そういった意味で、ゴルベーザを見てみると、攻撃手段は魔法のみ、ダウン系は精神しか持ってません。また、デフォルトの状態だと精神貫通も魔法貫通もないので、もろに相手の防御精神を食らうことになります。メテオンの時は、精神貫通あるんですけど、何ターン精神貫通アップ後ではなくて、メテオを打った時だけ精神貫通があるので、この精神貫通の値はかなり高いかもしれないんですけど、魔法耐性に対しては今のところなすすべなしっていうことですね。また、バリア破壊とか連撃の技もないので、魔法シールドを貼られると結構厳しくなるのかなっていう感じですね。で、結構、攻撃手段を黒ヘレナと比較すると結構落ち着いた感じになってるのかなっていう気がしてます。それに対して、得たものっていうのが、耐久ですね。防御精神が高いっていうのと弱体耐性とバリア、全て、トラマスとかも頼らずに自分一人でできるっていうところはかなり強いんですけど、やっぱり
ぱり、防御精神3ターンのみなので、結局耐久があるとはいえ、弱体耐性も結局3ターンで切れてしまうので、3ターン後には結構柔らかい、魔法アタッカーになっちゃうのかなっていう感じですね。最後に、攻撃技が、まあ、絶妙にもう一声欲しいっていうところなんですけど、まあ、結構、まあ、スペック上は高い攻撃ばっかなんですけど、よくよく見ていくとちょっと噛み合わないでないなーって部分がありまして、例えば、精神ダウン後攻撃が、単体攻撃でかつダメージ小なんですよね。でダメージ小っていうと多分オートで使われないと思うんですよね。ゴルベーダのメイン主力の技であるアビスクエーサーとかって、ダメージ大なんですよね。でしかも範囲攻撃で、なので、敵が複数巻き込めるときって、技の総合の威力を、計算するので、範囲攻撃が優先されるようになります。そうなると、ゴルベーダ自身がオートの挙動で精神をダウンさせてから攻撃するっていうのが結構難しいようになるんですよね。で、ひし形範囲の絶望の牙、かなり強い技になってるんですけど、精神ダウンがやっぱりダメージ判定の後なんですね。っていうところを考えると、ゴルベーザってどういう風に技を選ぶのかなっていうのを想像すると、一番威力が高くなるのはおそらくリミットバーストかなと思ってます。リミットバーストは、魔力をアップさせた後に、攻撃をするので、まあ、リミットバーストが一番最初は攻撃が出るかなと思います。でその次なんですけど、その次はおそらくアビスクエーサーになるかなと思ってます。絶望の牙が精神ダウン後ダメージ10であれば、精神をダウンする前は、絶望の牙の方が威力が高くて、精神をダウンさせた後は、精神もダウンしてるしダメージ大であるアビスクエーサーの方が威力が高いっていう風になってくれると理想だったんですけど、精神ダウンが後だとどうしても AI は、その場で与えられる最大限のダメージを与えようっていう風な形で技を選ぶので、リミットバーストをした後にアビスクエーサーもしくはメテオを連打するだけして、結局相手の精神っていうのは下がらない状態で戦う可能性が高いのかなっていう風に思ってます。もうちょっとやっぱり、その辺のダメージの大きさとかで、噛み合わせてほしかったなっていうのが本音ですね。はい、最後に結論に行く前に、また補足なんですけど、決してゴルベーザ自体は弱いとは思ってないです。ただ、対象相手がやっぱりどうしてもかなり完璧であるクロヘレナっていうところと、やっぱりどうしても役割が明確なやつの方がパーティーを組む上ですごく考えやすくて、敵の攻撃を受け止めてくれる役のタンク、だったりとか、タンクを回復して持久戦に持ち込むヒーラーだったりとか、こいつ一人でも敵3人を倒せるぐらいの火力を持ったアタッカーっていう感じで、役割が明確なやつの方がやっぱり使いやすいってところがあるので、ゴルベーザはそういう意味で言うと、サブタンクとかが、合ってるのかなと思うんですけど、ゴルベーザ自体ヘイトアップする技はおそらくないと思うので、サブタンクの役割こなすのはかなり現実的ではないのかなっていう感じですね。このわしが直々に、今回は、これで終わろうと思います。結構いろいろ話したので動画長くなっちゃってると思うんですけど、すいません。この動画を見て、自分はそうもは思わない、絶対ゴルベーザは強いと思って、引いてもらってもいいと思いますし、あ、なるほどであれば、他のキャラに優先しようかな、カインを優先しようかな、セシルを優先しようかなみたいな、考え方になってもいいかなと思います。僕もゴルベーザかなり好きなので、欲しかったんですけど、やっぱり次に出てくるであろう火のクリスタルの戦士、まあ他の動画でも話してるんですけど、火のクリスタルの戦士がかなり強いそうだなっていう感じがしてるので、ちょっと今回はゴルベーザーを我慢して、火のクリスタルの戦士に向けて、石を貯めていこうかなと思ってます。よければ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。